皇帝市は中国四川省関西チベット属自治州東部に位置する研究市。ダルチェド、ダルゼムド、ダルゼェンドあるいはダルドとも呼ばれる。皇帝とは安氏の地を平定するという意味。路上鎮は市の政治、経済、文化の中心だが関西自治州全体の政治、軍事、文化、交通、通信などの中枢でもある。 皇帝浄化という民謡でも知られる。ナムデラ、法馬山にある、チベット仏教の寺歴史上、ダルセドは、漢族とチベット族の間の貿易や、物資集散の中心で、内地からチベットへ向かう、際の門戸でもあった。四川とチベットの間では、茶と馬の相互取引が盛んだったがその中心でも、あった。現代には世襲の諸公が土管に任せられ調戸、超火祭千個。 超火災小灯氏が設置された。明の永楽5年には、超火災魚通、年延繊維死氏が設けられ、同じく世襲の職となった。明末の数定12年には、愚子藩がこの地方を征服したが、土死の統治範囲に栄冠が設置され、土死を通じた間接統治と栄冠を通じた統治の二重体制になった。清の後期五年、改めて土死が認められた。 要政8年には、ダルチェドにダヤロ朝が置かれた。高所30年に、ダヤロ朝は皇帝府に昇格し、この際に皇帝の裏が使われ始めた。中華民国の成立後、不正を廃すると皇帝府は皇帝県になった。1939年に、チベットと南部カム地方を統治する成功省が成立すると、ダルチェドに小政府が置かれたが、 成功省政府は従来この地を統治してきた諸行らの反発を受けた。2015年3月16日、中華人民共和国国務院は皇帝県を廃止し、研究史である皇帝史を設置した。ダルチェドはチベット族、漢族、共族、海族、遺族など多数の民族が雑居する。この地のチベット族は、チベット語のカム方言とアムド方言、および、 競合系のむにゃごとき警報を話す。生徒から校庭まで高速道路で3時間強。宮城派高速道路と318国道が通る。ありがとうございます。